はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずっこです。それでは今回なんですけども、キャッシュ12月8日より大幅変更、ポイント還元上限、入金残高利息サービスなどということで、今回はビザプリペイドカードでおなじみのキャッシュについての情報ですね。まあ、ここ最近何かと話題のキャッシュなんですけども、いろいろとですね、また発表がありましたので、サクッとお伝えしていこうと思います。それでは 行ってみましょう。で、今回はですね、公式ページを参照しながらですね、お伝えしていこうと思います。で、今出てるものなんですけども、2020年の12月1日に発表がありまして、タイトルが一部サービス変更を伴うアップデートのお知らせということですね。いつもキャッシュをご利用いただきありがとうございます。とんでもないです。本日キャッシュは、日本をバンキング先進国へというメッセージのもと、今後のサービス展開についての発表を行いました。これに伴い、2020年12月8日、8日の火曜日にサービス内容の アップデートを行いますということでございましたで今からお伝えする内容がですね3つに分かれておりますのでそこからまあ小分けにしてお伝えしていこうと思いますでまずですねもう見ていただきたいのはここからなんですけどもタイトルのままなんですがポイント還元上限の変更ということですねこれ結構僕の 1一個前の動画でですね、結構コメントいただいておりました。2020年の12月11日金曜日より決済によるポイント還元上下が以下の通り変更となりますということですね。まずここですね、キャッシュカードの方なんですが、カードはこちらのカードですね。発行手数料900円のカードですね。入金方法とか還元率に関してはこれまで。そして、 ここの還元上限のところなんですけども、ちょっと小さくて申し訳ないんですが、月に1200ポイント、1200ポイントまでだったんですが、この変更後のところ、月に1200ポイントまでなんですけども、見ていただきたいのは、ここですね、青枠のところ、登録カードなどに関しては、入金した残高での決済は500ポイント、月に500ポイントまでということに変更になります。どういうことなのか、ちょっと実際にですね、シミュレーションというか見ていただきたいんですが、こちらがですね、発行手数料900円のキャッシュカード、僕も使っております。 ます還元率1%のカードなんですがだいたいこのカードを使うときは、まあ、ほとんどの方がですねクレジットカードと紐付けて使う方が多いのかなと勝手に思っておりますクレジットカードと紐付けることによってキャッシュカードで決済した場合の1%そしてクレジットカードの1%それぞれの恩恵を受けることができるので二重取りができるようになってるんですよねでこれの上限なんですけども月に12万円利用することによって1%なので1200ポイントまでキャッシュのポイントをもらうことができますですけども 今回が、なんと月に500ポイントまでということになります。で、この登録カードに関しては、クレジットカード以外にも、ちょっと下にも出てるように、クレジットカードと、あとなんとデビットカードもダメなんですよ。で、他にもキャッシュポイントとか、他サービスの売上金やポイントからの入金が対象となりますということですので、まあ多分他サービスの売上金っていうのは、まあブックオフとかで物を売ったらキャッシュでポイント、キャッシュポイントとしてなんかもらうことができるみたいな感じだったので、まあそういったものも、いわゆるその登録カード とととして該当するということになりますなので、このキャッシュカードを使ってお買い物をする際は、もう5万円使ったらもうそれ以降はね、ポイントが付与されないっていう、結構ここは大きいのかなと思いますね。僕もつい最近大きなお買い物をして、キャッシュで結構上限マックスまでですね、ポイント1200ポイントまで始めてもらったんですけども、それが次の月ぐらいから、まあ、今月ですね、それができなくなるって考えると、 ちょっとショックは大きいですねまあけども逆の捉え方をすると普段からそんなに大きなお買い物というよりかはそんなに5万円以上そんなに使うことはないですよという方に関すればそんなに打撃はないのかなというふうにも思います。 なので今後はこの銀行口座から紐付けて入金した場合、それであればこれまで通りの月に1200ポイントまで、まあ12万円利用して1200ポイントまでの上限しっかりともらうことができるということになります。まあ他にもセブン銀行 ATM で入金したりとかコンビニとかページからの入金が対象となりますんで、まあそういった方法であればちゃんと上限までもらうことができるということになります。ちなみになんですけども銀行口座なのでポイントの二重取りはできませんので気をつけてください。 で、一応ですね、ここはもう該当される方が一部いらっしゃるのかなと思いますので、解説をします。キャッシュカードライト、そしてキャッシュカードバーチャルを利用されている方、まあこのカードタイプの、まあ従来のキャッシュですね。そして右側がバーチャルの方ですね。これを利用されている方は、今現在だと還元率が0.5%で、還元上限に関しては月に600ポイントまでとなっております。ですけども、ここも変更が加わりまして、月に600ポイントまでっていうのは変わらないんですけども、 登録カードなどで入金した残高での決済に関しては250ポイントまで、月に250ポイント。ま、この部分ですね。で、こちらもシミュレーションします。キャッシュカードライト。まあ、こちら0.5%還元なんですけども。 こちらをクレジットカードと紐付けて使った場合、まあ、最大でも1.5%還元まで受けることができます。で、上限の12万円まで利用することによって0.5%還元なので、次に600ポイントまで付与されると。ですけども、12月の11日金曜日からアップデートが加わるので、そうなって、 た場合、今のこの方法であれば月に5万円の利用で上限に到達するとそれが250ポイントまでしか付与されないということになりますのでそれ以上このキャッシュカードライトもしくはこのキャッシュカードバーチャルで決済した場合はポイントが付与されないのでここは気をつけておいてくださいなので方法とするとこのキャッシュカードライトに銀行口座を紐付けるもしくはセブン銀行エイティムでもいいですしコンビニページからの入金でも OK ですそしたら上限の12万円まで利用したら月に600ポイントまでしっかりともらうことができますので まあこういった方法でも大丈夫ですよということになります。もちろんこちらもポイントの二重取りはできませんので気をつけてください。でですね、次二つ目なんですけども、まあここもですね、正直しっかりと押さえておいてほしいところではあります。 ま、そのまま読みたいと思うんですけども、登録カードを使った指定金額入金機能の廃止ということでございますね。まずここの説明文のところなんですが、2020年の12月の8日火曜日より指定金額を登録カードから入金する機能を廃止いたします。月や週の予算を設定し、あらかじめ入金するという使い,を使い方をされていたお客様におかれましたは、今後は銀行口座入金をご利用くださいということですね。 ですけども、決済における残高の不足時にリンクしたカードを使って差額の決済が行われる機能、カードリンク機能は引き続きご利用いただけますということでございました。まあ、今回ですね、気になるのはこの指定金額っていうところなんですけども、実際の画面をちょっと見ていただきたいと思います。今現在、こちらは僕のキャッシュの画面なんですけども、しっかりとね、あのー、最近、 大きなお買い物をしたので、1200ポイントしっかりと入っております。で、ここのですね、入金するというところですね、実際にタップしたら、ご覧のような画面が出てくると思います。 今現在ですね、僕は、ここの入金方法のところに、ビザカードの JQA ポスカードを紐付けております。で、下の赤枠のところで,ですね、今ここに5000円とか1万円とか3万円、そしてその他って書いてるところがあるんですけども、このクレジットカードとかを紐付けた状態での入金、この部分が変わるということになります。まあ変わる内容としたら指定金額、結局そのいくらいくら3000円とか2000円とか1万円とかそういったいくらいから入金したいという機能が、この部分がなくなります。 ますよということになります。まあ、もし間違ってたらすいません。これが12月8日よりということですね。なので先ほどの説明文にもあったように、一月にまあだいたい自分でこれぐらい使うということでチャージをして使われる方に関したら、ちょっとまあ不便に感じるところはあるのかもしれません。ですけども先ほどの説明文にはあったように。 クリカを紐付けている場合、そのリンク機能ですね。それはまだ生きてますよということになります。まあ、どの部分か見ていただきたいんですが、この JQA ポストのところですね、僕登録してるんですけども、ここをタップしたら、画面が切り替わりまして、ここにですね、今僕リンクをしているので、リンクを解除というふうになっております。まあ、ちょっとクリップみたいなマークが入っているので、それが入っていれば、普通にキャッシュカードで決済をしたら、 そのまま自動的にクレジットカードでも決済がされるっていう。まあ、これはこれですごい便利がいいので、この機能自体はなくならないですよということになります。ですけども、上限が5万円までしかキャッシュのポイントがもらえないので、そこだけがネックということになるかなと思います。で、最後、3つ目のサービスなんですけども、これはまあちょっと新たにサービスが始まるということなんですが、上のタイトルを読むと、残高利息サービスの開始ということですね。まさかのこう、ビザのプリペイドカードの会社が利息のサービスを始めるっていう、ちょっと 不思議な感じですよね。2020年12月の8日火曜日に配信するバージョン8.0.0より 銀行口座の中から入金した残高に対して年利1%の残高利息を毎月付与するサービスを開始いたしますということでございました。なのでまあこれを見る限りはまあ銀行口座に預けるよりかはキャッシュに入れてくださいみたいな感じの匂いが出てるなっていう感じはありますね。画面繊維で言うとこんな感じですね。まあちょっと実際に画面が始まってみないとイメージがわかんないんですけども一応イメージするとこういった流れになるかなと思います。で、ここにもちゃんと出てるんですが残高利息の計算は毎日 実行されるみたいです。そして、現在の残高利息をあ、このアプリの中で確認ができるとなお、付与に関しては毎月 1, 1日に順次実施して、キャッシュの残高にそのまま入金がされるということになります。まあ、年利とか利息で考えたら、まあ某メガバンクの場合は年に、0. 0.0。01%ぐらいに比較してまあ、キャッシュに預けると年1%ということになります。まあ、これがねまあ、どうなるかっていうのはちょっと僕もイメージが全然わかんないんですけども。僕自身は現時点ではこの。サービスを ちょっとと使わなないいではおこうかなと思います正直まだ始まったばっかりのサービスなので、正直なところは、うーん、今んところは大丈夫かなっていうふうに思っております。けど、ちょっと面白そうだなっていうところはありますね。細かいところはそんなに話さないんですけども、こんな感じのスケジュールで計算がされますよということになっております。ちなみに、銀行口座、セブン銀行 ATM、コンビニページから入金したキャッシュマネー残高のみが今回は対象となります。 で、初回のまあサービスが始まる12月8日火曜日の残高が対象となって、翌の12月の9日、水曜日からアプリ上で付与予定金額を確認できるということになっております。で、そこでキャッシュのバリューとして付与がされるということですね。で、最後になんですけども、僕がね、ちょっと前の動画でキャッシュのことについてまとめた部分があったんですけども、まあこんな感じにキャッシュが進化し続けてますよということでお伝えしたんですが、今回はさらにここに加わりまして、12月の8日から残高利息サービスが始まるということ ことと登録カードを使ったして金額の入金機能が廃止されるとで12月11日よりポイント還元上限の変更がされるということですね一応これは大事なところかなと思いますんで普段からキャッシュを利用される方はチェックしておいてくださいまあ、今回ですねこの3つの発表があった。 で、まあ、この今のキャッシュの傾向からすると、まあ、ちょっと前ぐらいの発表も踏まえてなんですが、まあ、登録カード、そのクレジットカードでの利用をしてキャッシュを使ってくださいというよりかは、銀行口座からま、紐付けてそのままも利用してくださいっていうような傾向にすごいなってきてるなっていうふうにすごい思いましたね。多分この、 キャッシュのね発表を見られた方のほとんどの方がそう思ったと思うんですけども今の傾向的にはこんな感じになってきてるなっていう風には思いましたねなので紐付けれる銀行とかも本当増えてますよねまあそんなこんなで今回はキャッシュに関しての3つの情報について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたまあ、結構ねちょっと秘宝に近いところではあったんですけどもま本、あ、当ねこのビザラインペイクレジットカードの3%還元がね来年の4月いっぱいで終わってその後にキャッシュを使う かなっっってていいう,うに思たたとこでではあったんですけどもちょっと正直なところどうしようかなっていうふうに思うとこではあります。まあね、上限がその5万円使ったらポイント付与上限到達するので、そこまでして使うのかって考えたら、うーんってなるとこではあります。 まあですけどね、まあそれまでの間に、またいろんな情報がそれぞれ出てくる可能性ももしかしたらあるのかなというふうにも思ってはいるので、その後にどんな風なものを使っていこうかなってまたね、模索をしていこうかなというふうに思っております。今回のことについて思うことがあればぜひコメント欄に書いていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました